はいどうもパルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回はサガン鳥栖林大地を日本代表に呼ぶべき理由ということでございましてですね、いや久しぶりにこの、個人の選手にフォーカスした動画になっておりますね。で、まあ、トルシエの言葉から考える代表選考ということで、やっぱり僕の中のこのサッカー感といいますか、やっぱりこう試合を90分間で考えた時にやっぱあのねトルシエの、トルシエ監督ですけどフィリップトルシエですねの言葉が、頭から離れないといいますか、やっぱり僕の中のサッカー界の一つを築き上げたトルシエの言葉があるんですよね。だからまあトルシエって誰だいっていうね、もうそういう世代にもしかしたら入ってきているかもしれませんけど、元日本代表日韓ワールドカップの時の日本代表監督でございますね。でじゃあその内容を見ていくんですけど、林大地選手24歳178センチ74キロポジションフォワードの選手でございますね。林大地選手をオリンピック代表に呼ぶべき理由ということで、ここから本題に入っていくんですけども、まず年度別成績ですね、あれ本題じゃないのかいっていう話なんですけども、いやこの年度別成績をまず見てほしいということなんですね。で2019年1試合1シュート1得点なんですね。これはあの特別指定選手として出場したセレッソ大阪戦で、途中出場で決めたゴールですけどもね、この試合はシュート1本というか、この年度2019年度はこの試合だけでシュートも1本、それが決まったこの林大地の J リーグデビュー戦ということになりました。でじゃあ2020年ね、本格的にプロ1年目ということでございまして、31試合9ゴール、これは昨シーズンの、成績でございます。2桁惜しかったなって感じなんですけども、じゃあしかしなんですよね、31試合で先発10回で途中出場が21試合ということでございまして、実は先発はね10回しかないんですよね。で途中出場が21試合もあったということでございまして、だから先発の2倍以上途中出場で、試合に絡んでいるよということでございますね。でそのうちスタメンでのゴールが3、途中から6ゴールを挙げているということで、ザ・スーパーサブなんですよね。このスーパーサブっていうのはこの動画の一つの、肝心要の言葉になってきます。で、じゃあなぜ途中出場でこのゴールが決められるのかっていうのは、やっぱり負けているからこそ燃えるそのメンタルの部分も一つあるのかなと。やっぱりこう途中出場でいや俺が決めてやるって、フォワードの選手が途中出場するときっていうのは大体まあチームが負けていたりとか流れが悪いときなので、まあチームとしてはあまり流れが良くないときに出るんですよね。でそこでしっかり結果を残してやろうっていう、やっぱりそこのメンタルは結構重要かなと思っておりますね。で、ベンチから試合を見る目、要はこうずっとピッチじゃなくてベンチから試合の流れを見て、じゃあ自分が試合に出た時にこういう動きをしよう、いやここの選手今あのディフェンダーちょっと疲れてきているな、じゃあ自分が試合に出たらあの選手の裏をつこうとか、そういう戦術眼ですね、ベンチから見た戦術眼がこの林大地選手は素晴らしいんじゃないかと思っておりますね。だから、まあ、ある意味監督向きの選手なのかなと。なんかこうプレースタイル的にはあんまりこう監督向きの選手じゃないような感じもするんですけども、ただこうなんだろう、プレースタイルじゃなくてやっぱりこのサッカー選手として見た時のこの林大地は実は監督向き、戦術眼が非常にあるんじゃないかなと個人的には思っておりますね。で味方からの信頼、これはやっぱり苦しい時、さっきも言いましたけども、このフォワードの選手が途中出場する時っていうのはやっぱりチームの流れが悪かったりとか苦しい時、負けている時が結構多いんですけども、そういう時に途中出場した林大地にボールが集まるっていうのは、この林大地にボールを預ければ何か起きるんじゃないかっていうのが多分チームメイトの中であって、それがまあゴールにつながっているのかなと思っております。まあこれはだから林大地に限らず、まあ要はスーパーサブと呼ばれる選手に共通していることかと僕は思っています。まあ現在で言うとセレッソ大阪の豊川選手が鹿島時代とか、ベルギーにいた時は途中出場で結構ゴール上げていて、だからそういうことで考えると豊川選手もこういう選手部類に入るんじゃないかなと個人的にはですけど思っておりますね。でじゃあそこで最初言ったトルシエの言葉ですけれども、これですね、一つジョーカーとして途中から使った時どれだけゲームの流れを変えられるかを考えると、アレックス、サントス・アレサンドロですねの方が縦に速いし一瞬で何かを起こしてくれる、これは、どういう時の言葉なのかということで、これは日韓ワールドカップのメンバーを決めた時の理由の一つなんですね。でこれはだから中村俊輔がなんでこのワールドカップのメンバーから落選したのかという質問の中で出た言葉でございますね。これはだから途中出場では力の出せない中村俊輔を戦外にした理由の一つなんですよね。要は中村俊輔っていう選手はやっぱりスタメンで使ってなんぼだよね、でも今のこの日韓ワールドカップの時のメンバーではスタメンでちょっと中村俊輔のポジションはない、でじゃあ控えからスタートさせて、じゃあ流れを変えられるのか、いやベンチスタート途中出場で結果を残せるようなタイプでもない、なら途中出場で使えるサントスの方がいいんじゃないかっていうのが一つ理由なんですよ。だからトルシエ監督の中ではスタメンはもうこれってある程度やっぱりもう決まっているんですよね。これはもうトルシエに限らず、まあワールドカップの
その本戦のメンバーを選ぶ上でやっぱり11人ってカチッとある程度決まって大枠は決まっていて、じゃあその時にじゃあ中村俊輔使えるのかっていうともうそうではないと。もちろん力実力はあるんだけども、いやでもなっていう感じだったと思うんですよね。だからまあ11人プラスベンチメンバーで考えた時に中村俊輔の居場所はなかったということなんですよね。だからこちらになるんですけども、サッカーはやっぱり11人プラスリザーブメンバーが試合を決める、これはもう本当当たり前のことをただ書いています。本当当たり前のことを考えているんですけども、ただやっぱり大事なのはこのスタメンで力が出せる選手とリザーブ途中出場からでも力が出せる選手の見分け方っていうのは非常に大事かなと、やっぱり僕はそれは思っていますね。スタメンだから力を出せる選手で途中から力を出せる選手など、この選手の特性っていうのはやっぱ様々なんですよね。さっきも言ったメンタルの部分であったりとか、まあいろんな要因はあるんですけれども、これをやっぱ見抜く力っていうのは監督大事ですし、特にもうこの短期決戦のワールドカップとかオリンピックとかになると、そこの見極めって非常に僕は大事かと思っておりますね。で、林のように途中からでも結果が出せる選手は実は稀かなと思っています。もちろんですね、スーパーサブとか、まあ、野球でいうと要は代打の切り札みたいな感じになると思うんですけれども、こういう選手って実は稀というか、パッと思いつく選手ってやっぱり、まあ、やっぱ豊川が僕の中で結構、あってですね、このビファーレン長崎の玉田選手も実はそういうタイプなのかなって思っておりますね。だからこういう選手の性格特性っていうのは僕は大事になってくるかと思っておりますね。だからまあ以上の理由から林大地を代表に呼ぶべきであると僕は考えておりますね。ただまあ期待しておりますって書いてますけども、まあ今回はまあ確かにオリンピック代表選ばれは候補に選ばれはしたんですけども、追加招集での要は今回の代表選出であったんですよね。ただまあしっかりね、まあ途中出場とはいえ短い時間だったとはいえ試合に絡んだこの林大地選手ですね、まあ間違いなく監督というかまあ代表スタッフの中でこの林大地という選択肢はまああるのはこれ間違いないかなと思っておりますので、もしかしたら今後ね、まあこのサガン鳥栖での活躍次第では滑り込みもある、まあ特にこのオリンピック代表のフォワードの層の薄さというのはちょっと問題でございまして、まあ今回も途中出場でメシノがまあフォワードで出たりとか、まあメシノはセンターフォワードっていうイメージはないんですよね。だからうーんって感じがしていて、まあオーバーエイジで大迫みたいな名前も上がっていますね。今日本代表ってやっぱりね、中盤のこの顔、まあオリンピック世代なんですけど、こう顔ぶれがちょっとキャラクター被っている選手が多いので、まあこういうね、林大地のメンタルとか、まあ、プレースタイル全く違うような選手が一人いると、まあだいぶ変わってくる可能性も、チームの雰囲気としても変わってくる可能性はあるかと思っております。まあ、いずれにしようおそらくオーバーエイジにフォワードを多分、使う大迫っていうのがやっぱり一番言われてはいますけれども、ただそれぐらいちょっと日本代表オリンピック世代のセンターフォワードのところって、まあ、田川選手がね、最近 FC 東京で調子がいいので田川の可能性も、あるんですけれども、途中出場で結果が出せるのはじゃあ田川か林大地かっていうと今のところ林大地なのかなって感じがしています。ただ田川選手もジョーカーとして途中から出てきたら嫌だなって感じは、まあ、するんですけども、ただも林大地が、まあこのね、ちゃんとシーズン中、ね、サガンとして結果を残せることをもちろん前提で、周りが納得することを前提ではあるんですけども、滑り込みでも何でもやっぱり林大地をベンチに置いとくか、置いといた方がいいのかなと僕は思っておりますけども、さあどうでしょうか、森保監督横内さんということなんですけどもね、はい、今回は林大地選手の特集というか、久しぶり、個人の選手にフォーカスした動画になりました。今後もこういうね、個人の選手にこうね、フォーカスしたような、フォーカスって言葉好きだな、個人の選手を紹介するような動画も増やしていこうと思っております。よかったら、これからもよろしくお願いします。と以上、パルプンデ J リーグサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。